アンドレ・クルルは、オランダのサッカー選手。ポジションは GK。北ホラント州、フロートセルメルに生まれ、AG アルクマール、AFC34、FC ユトレヒトの下部組織に在籍した。2008年にユトレヒトとプロ契約を締結したが、シーズンを通じて、出場はなく、2009から10シーズンは、エールステ・ディビジノ・テルスターに、レンタル移籍した。 SBV エクセルシュオール戦でプロ初出場し、2から2の引き分けとなった。このシーズン、19試合に出場した。2010年に、ユトレヒトに戻り、同年6月の UEFA ヨーロッパリーグ2009から10.2次予選の KF ティラナ戦ではベンチに入ったものの出場機会はなかった。8月に、スパルタロッテルダムに、レンタル移籍し、21試合に出場した。 2011から12シーズンは、エールステリビジのアゴーブ・アペルドールンにレンタル移籍。シーズン終了後、マルタプレミアリーグのバレッタ FC に移籍した。バレッタでは、UEFA チャンピオンズリーグ予選に4試合出場した。しかし1ヶ月で退団し、コロンビアのボヤカ、チコ FC に移籍。2012年9月27日のミジョナリオス、FC 戦で、初出場。 0から1で勝利した。2014年1月に、デポルティーポパストに移籍。2月11日には、AFC34 が、前任のボブ・ベン・テ t スの退任に伴って彼が、新たなゴールキーパーコーチに就任すると発表したが、プエルトリコのバヤモン FC やスペインのアロヨ CP、オランダの FC フロー人間からもオファーもあり、2月28日に、 不ロー人間に移籍した。なお、6月には、バイアモンに移籍した。2015年に、KFC トゥルンハウトに移籍し、同年には、SC カンブールレイワールデンに移籍した。2016年6月28日に、福島県2部の岩木 FC に加入。同年12月2日、対談が発表された。2017年、SV スパケンブルフに加入。 ありがとうございます。